東宇津神社は、愛媛県新浜市にある神社である。旧社格は孫社。くくり姫命を主催神とし、早玉の男命、琴会の男命を廃止する。神門は十六菊。く。社殿によれば、東大三初大権元は、木の国熊の三初大権元と同体なりとある。鎮座年は未生。浦渡る神社と共に、天正の神にて、社殿、宝物など消失した。 境内の狛犬は昭和52年4月7日に新居浜市指定の石像美術。古くから宮殿や神社の前に石彫りの獅子などが守護神的な意味合いで置かれていた。これから神社の社前などに一体の狛犬が配置されるようになったとされる。当地の狛犬は堀りはあまり深くなく、 また装飾性も少ない素朴なものとなっているが、姿は堂々とした作りである。口を開けているのがあげを閉じているのが、運型である。狛犬を支える台座も立派なもので、端正なものとなっている。石膏の名は不明である。新居浜市教育委員神社は、松山自動車道新居浜インターチェンジから国道11号、新居浜バイパスを経由してすぐ。樹齢千年以上のオークス。 300年以上の日の木、菓子、その他松、杉などが群生反もしている。夏祭りには地元自治会の法納子ども相撲大会が取り行われる。境内神社は高進社を祀っている。境外神社には高神社がある。毎年秋の新浜太鼓祭りでは神社がある上部地区の太鼓台のうち東田太鼓台が 平成20年より宮で宮入りに参加している。ありがとうございます。